あなたのイメージ通りの写真を撮りたくないですか？どうもケイゴです。今回は F 値で変わる写真の3つの要素を知るだけで、あなたの写真の表現力が格段に上がるというめっちゃ重要な話をします。カメラを使っていると必ず目にする F3.5 とか F8.0 っていう数字。皆さん一度は見たことありますよね。設定画面でも必ず見かけるし、直接レンズにも書いてある数字です。この数字意味がわからずにカメラ任せの設定にしてないですか？この数値は F 値といって、実はイメージ通りの写真を撮るために欠かすことのできない重要なものなんです。もしあなたが自分の意思で適切な F 値を設定していないのであれば、いつまで経ってもイメージ通りの写真を撮ることができません。例えば写真を撮ってることにこんなことありませんか？背景をぼかしたいのになかなかぼけない、よく手ぶれした写真になってしまう、写真の画質にシャープさが足りない。実はこういった問題はすべてあなたが適切な F 値に設定できていないから起きている問題なんです。これから自分の思い通りに写真が撮れるようになりたい、カメラを自由自在に扱使えるようになりたい、そう思っているなら適切な F 値を選択できるようになるのは必須のスキルです。今回は独学でプロのフォトグラファーとして活動するまでに至った私の知識と経験をフル動員して、 F 値で変わる写真の3つの要素をお伝えします。カメラをある程度やってきた人でもこの3つの要素をバッチリ理解しているっていう人は結構少ないんじゃないかなって思います。というのも、実は私もこの3つの要素を全て理解したのはカメラを始めて3年後くらいだったからです。3つの要素を理解して適切な F 値を選択できるようになれば、撮影スキルの選択肢、テクニックの引き出しが増えて、あなたのイメージ通りの写真が撮れるようになりますよ。ではスタートです。まず F 値とは何か、サクッと1分間で説明します。 F 値は絞り値とも言って、レンズからカメラに入ってくる光の量を数値化したものです。レンズの中には絞りっていう機構があって、これはレンズを通ってカメラに入ってくる光の量を調節するためのものです。絞りは人間の目で言うと瞳と同じような役割を果たしています。実は人間の瞳って環境の明るさによって大きくなったり小さくなったりしています。昼と夜の猫の目の違いをイメージすると分かりやすいかなって思います。この絞りが開いていると穴が大きくなるので入ってくる光の量が増えて、レンズの絞りが閉じていると穴が小さくなるので入ってくる光の量が少なくなります。そしてこの絞りの開き具合を数字で表したのが F 値なんです。だからカメラの設定で F 値を変えると絞りの穴の大きさが変わるということです。 F 値を小さくすればするほど絞りが開いていきます。逆に F 値を大きくすればするほど絞りが閉じていきます。小さくすれば開いて大きくすれば閉じるので、ちょっとここが逆の動きをするので覚えづらい部分です。この F 値はレンズによって決まっています。カメラによって決まっているわけではないので注意してください。例えば多くのキットレンズがだいたい F3.5 から F22 まで変更することができます。この単焦点レンズだと F1.8 から F22 までと、レンズによって F 値の幅は様々です。ここまではなんとなく理解できていれば OK です。次に進んでいきましょう。この F 値は写真のある3つの要素を変えます。1つ目はボケです。プロのフォトグラファーとか写真を長年撮っている人の写真で、被写体の背景がとってもボケている写真を見たことがあると思います。こういった写真に憧れてデジカメを買ったっていう人も結構多いんじゃないでしょうか。実はこの背景のボケって主に F 値を設定することで調節することができます。 F 値をちゃんと理解できれば写真のボケ味を自分で設定できるようになるということです。結論から言うと F 値が小さいほどボケが強くなり、 F 値が大きいほどボケが弱くなります。実際に見ていきましょう。今回使用するレンズは F 値が最小で4、最大で22まで変えれるレンズです。カメラの設定は A モードにして、明るさを一定にした状態で F 値を変えてボケの変化だけを見れるようにしています。今カメラの F 値は F4.0 です。つまり絞りが最も開いている状態です。ピントを合わせているのは緑色のポスカで、背景に置いている本のボケ具合に注目してください。では F 値を大きくしていきましょう。カメラの前にあるダイヤルを6回カチカチと回します。1、2、3、1、2、3。今 F 値が F8.0 になりました。ではもう6回カチカチと回していきます。1、2、3、1、2、3。今 F16 になりました。背景のボケ味がかなり弱くなって、本のタイトルとかがはっきりと見えるようになりました。 F4、F8、F16 の写真3つを比較してみると、その違いが明らかだと思います。このように F 値は小さければ小さいほどボケが強くて、大きければ大きいほど背景のボケが弱くなるということが分かりました。この現象は違う見方をするとピントが合う範囲が変化したとも言えます。ピントって
面で合うんです。面よく言ってることが分かんないと思う方もいると思うので、詳しく解説していきます。カメラでピントを合わせるときってある一点にピントを合わせます。実際さっきも緑色のポスカのある一点にピントを合わせましたよね。だからピントはその一点で合うと思われがちなんですけど、実は面で合うんです。次はカメラから見て緑色のポスカを一番奥に、手前の方に赤と青のポスカを置きました。今一番奥にある緑色のポスカにピントを合わせています。では次に赤色のポスカにピントを合わせていきたいと思います。赤色のポスカにピントを合わせます。どうでしょうか。赤色のポスカにピントが合うのは当然なんですけど、その横にある青色のポスカにもピントが合ってるのがわかると思います。つまりカメラから見てこの垂直にある面上は全部ピントが合うということです。ポスカの数をちょっと増やしてみました。赤と青にピントが合っているように見えると思います。赤色のポスカにピントを固定したまま F 値だけ変えていきたいと思います。中央 4.0 から少しずつ変えていきます。今 F16 に設定しました。すると赤と青のポスカの奥の方にある黄色や白のポスカ、緑や黒のポスカにピントが合っているように見えると思います。このように F 値を変えるとピントは赤色のポスカに合わせてるはずなんだけど、ピントが合っている面の奥行きが深くなるというふうに理解してください。このピントが合っているように見える奥行きの幅のことを被写界深度と言います。 F4 の時は F16 の時と比較してピントが合っているように見える面の奥行きが浅いので、比較的に被写界深度が浅い写真と言えます。 F16 は F4 と比較して被写界深度の深い写真です。ピントを合わせるのは赤のポスカで変わりないんですけど、ちょっと奥のポスカにもピントが合っているように見えますよね。この被写界深度っていう言葉は少し難しくて覚えづらいんですけど、今後写真を学ぶ上で重要なキーワードなのでぜひ覚えてください。最後に補足ですが、背景のボケは F 値だけでは決まりません。被写体と背景との距離や使うレンズの焦点距離によってもこのようにボケが大きく変化するので、ボケは結構奥深いです。このことについては今後の動画で詳しくお伝えするので、気になる方は今のうちにチャンネル登録して待っておいてください。 F 値で変わる2つ目の要素は明るさです。カメラはレンズから入ってきた光をセンサーで記録することで写真を撮ることができます。最初に説明したようにレンズから入ってきた光の量を調節するのが絞りの役目でしたよね。なので絞りの穴の大きさが変化すれば入ってくる光の量が変わるので写真の明るさも変わるということです。では絞りが開いている時と閉じている時、どちらが写真が明るくなるでしょう。正解は絞りが開いている時です。絞りが開いている時の方がたくさん光が入ってくるということです。では絞りが開けば開くほど F 値はどうなるか覚えてますか。答えは F 値は小さくなります。つまりカメラの設定で F 値を小さくすればするほど絞りが開くので写真が明るくなって、 F 値を大きくすればするほど絞りが閉じて写真が暗くなります。これも実際に見ていきましょう。次はカメラをマニュアルモードにして F 値以外の項目で明るさを設定する項目を固定して撮影します。今 F 値は F4.0 です。ではダイヤルを回して絞りを絞っていきましょう。1、2、3、123 F8 で結構暗くなりましたよね。でもっと回していきます。123 123 F16 でほぼ真っ暗になってしまいました。このように F 値が大きくなっていくとレンズの絞りがどんどん小さくなっていくので、カメラに入ってくる光の量が減って暗くなっていきます。なので F 値を変えると写真の明るさが変化するので、シャッタースピードや ISO 感度といった他の項目を調節してあげることで明るさを適切にしてあげる必要があります。こんな時におすすめなのが A モードです。A モードは F 値を自分の好きな値に任意に設定すれば、あとはカメラが適切な明るさに自動で設定してくれる超便利なモードです。自分は普段この A モードを使って写真を撮ることがかなり多いです。屋外で散歩をしながらポートレートを撮るときとか、素早い撮影が求められるときは特におすすめです。初心者も使いやすいのでぜひ試してみてください。3つ目の要素の説明に進む前に少しだけお知らせです。こちらの公式 LINE では全くの素人だった私が独学でプロのフォトグラファーになった経験を生かして、カメラ初心者でもわかる最速で本質的に写真が上達できる方法を随時発信しています。また期間限定で写真上達の最速3ステップといった有料級の教材をはじめ、公式 LINE でしかゲットできない計3つの特典を用意しているので、写真を本気で上達させたい人は特典が消えちゃう前に友達登録しておいてください。 F 値で変わる3つ目の要素は画質です。2つ目までは知ってたけどこれは知らなかったという人意外と多いんじゃないかなと思います。というのも私もカメラを始めて3年くらい知らなかったからです。結論から言うと F 値は2段から3段絞ると写真の解像度が上がり周辺原稿が減ります。段？急によくわからん単位出てきたという声も聞こえるので詳しく解説していきます。
このダンという単位については少しややこしいんですけど、写真を上達させたいのであれば必須項目なので少しずつ理解していってください。さっきからずっと F 値について話しているけど、 F 値ってなんか中途半端な数字だなって思いませんか？ F 値はほとんどのカメラでダイヤルを3回ずつ回すと F1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11、16、22と増えていきます。実はこの数値って適当に並んでるんじゃなくて、ある規則に沿って並んでいるんです。この段は英語表記では EV と表示します。そしてダイヤルを3回回して F1.4 から F2.0 に絞りを調節することを1段絞ると言います。最初の F 値の話を思い出してください。絞りの穴って円でしたよね。実は F 値ってさっきの数列の中で隣の数値になるにつれて絞りの穴の面積が半分になるような数値になっています。面積が半分になるので入ってくる光の量も半分になるので写真の明るさも半分になります。つまり F1.4 は F2.0 の2倍明るくて、 F2.0 は F2.8 の2倍明るいということです。2倍明るいなら F 値も2倍すれば分かりやすいじゃんって思うんですけど、面積比で2倍になっているのでかける2の平方根ずつ F 値は増えるというややこしい仕組みになってます。この辺は詳しく覚えなくていいんですけど、ただ理解してほしいのは、絞りを1段開くと明るさが倍になって、絞りを1段絞ると明るさが半分になるということです。この段については今後の動画でまた詳しく説明するので、今のところはなんとなく理解しておくだけで OK です。本題に戻りますが、レンズによって一番小さい F 値は決まっています。例えばこのレンズだと F1.8 が最も低く、このレンズだと F4.0 が一番小さい F 値です。それぞれのレンズで F 値が最も低い状態は絞りが最も開いている状態なので、絞りが開放という言い方をします。そして各レンズ開放から2段から3段絞ると写真の解像度が最も良くなるんです。実際の写真で見てみましょう。まずは絞りを一番開いている状態の F4.0 で撮影します。では2段絞った F8.0 で撮影します。明るさが変わってしまったので画質が落ちないように明るさを調節します。この2枚を比べてみましょう。一見するとほとんど違いはないように見えるんですけど、写真の一部を拡大して見てみると F8.0 の方が細かい部分まで鮮明に写っていてシャープな感じになっています。つまり解像度が上がっていると言えます。このように開放の状態の F 値から2段から3段絞ると解像度が上がります。ただし F 値が大きくなればなるほど画質が向上するわけではありません。 F22 で撮影した写真と見比べてみましょう。 F8.0 の時の写真と比べると F22には全体的に解像度が落ちています。これもパッと見ではわからないんですけど、一部を拡大してみるとよくわかります。このように絞りを2段から3段絞るとレンズの画質が向上するっていうのはレンズのスペック表を見れば実はわかります。このように開放の F 値から2段から3段絞ることで解像度がアップします。たださっき見たようにわずかな差なので実際の撮影ではそんなに気にする必要はないです。風景写真とか物撮りのように被写体を鮮明に記録したい時とかは意識するようにしましょう。ちなみに解像度だけではなくて周辺原光も良くなります。周辺原光とは写真の四隅付近が中心よりも暗くなってしまう現象です。これは主に広角レンズを使うときに起こる現象で、開放の状態だと結構暗くなってしまいます。これも F 値を2から3段絞ることで大きく改善します。注意してほしいのは、これらの画質の向上や周辺原光の改善はレンズによって個体差があります。4段くらい絞ったときが画質が最高のレンズもあるということです。ただ間違いなく言えるのは、開放の時よりも数段絞った時の方が画質は良くなります。ここまでお疲れ様でした。知らない単語とか結構あったと思うので難しいと感じた人もいると思います。ちょっと駆け足で進めちゃったので3つ目の予想をおさらいしましょう。 F 値は絞り値のことで、レンズの絞りの大きさを示す数値です。大きく分けると F1.4、2.0、2.8、4.0 といった数字です。 F 値を大きくすることを絞りを絞ると言って、 F 値を小さくすることを絞りを開くと言います。さっきの数列の場合だとF1.4 から F2.0 にすることを絞りを1段絞ると言います。 F2.0 から F1.4 にすることを絞りを1段開くと言います。そして各レンズの F 値が一番小さい状態のことを絞りが開放と言います。 F 値を変えると3つの要素が変化します。1つ目はボケです。 F 値が小さくなればなるほどボケが強くなって、 F 値が大きくなればなるほどボケが弱くなります。2つ目は明るさです。 F 値が小さいほど絞りが
開くので明るくなって、 F 値が大きいほど絞りが閉じるので暗くなります。 F 値を1段変えるごとに明るさは2倍変わります。3つ目は画質です。 F 値によって写真の解像度やシャープさ、周辺原稿が微妙に変わります。 F 値が開放の時は解像度が低いです。逆に絞りすぎても画質が落ちます。多くのレンズが開放から3段くらい絞った時が画質がピークになって、周辺原稿なども改善して画質が最もいい状態だと言えます。今回の内容結構濃かったですよね。自分も3つ目の要素である画質の向上はカメラを始めて3年くらい知らなかったです。風景写真を中心に撮っていて、風景写真は絞りの調節はかなり重要なのに、自分は何年間も適切な F 値を選べてなかったんです。勉強せずに独学でカメラを使っているとそれぐらい上達しないってことです。だからもっと写真を上達させたいと思っているあなたは、独学するのではなくて自分よりも写真が上手い人に聞くか、ネットや本の信頼できるソースから情報を得て実践するようにしてください。昔の私みたいになんとなくシャッターを切っているだけではダメですよ。なぜその F 値を選択したのか明確な理由がないと、いい写真や伝わる写真っていうのはいつまで経っても撮れるようになりません。今回の内容を聞いていいこと知ったなぁと思うだけではダメですからね。頭で理解するだけではいざ写真を撮るときに活用できないですからね。適切な F 値が選択できるようになるには、もう早速次の撮影から A モードとかマニュアルモードにしてみて F 値の変化を試してみる必要があります。慣れてくれば画面を見ずに瞬時に F 値を選択できるようになって、間違いなくもっといい写真が撮れるようになりますよ。最後まで見てくれてありがとうございます。私の公式 LINE では全くの素人だった私が独学でプロのフォトグラファーになった経験を生かして、カメラ初心者でもわかる最速で本質的に写真が上達できる方法を随時発信しています。そして写真上達の最速3ステップといった有料級の教材をはじめ、公式 LINE でしかゲットできない計3つの無料特典を用意しているので、本気で写真を上達させたい人は特典が消えちゃう前に友達登録しておいてください。今後もこのチャンネルでは効率よく本質的に写真が上達できる方法をお伝えしていきます。そういった情報を見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録しておいてください。あなたは必ず上達することができますよ。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでも役に立ったら、いいねとカメラマークでも送ってくれれば最高に嬉しいです。次も絶対にいい動画作るんで待っててください。ではまた次の動画でお会いしましょう。写真は自由だ。